こんにちは、こんばんは。ゲーム動画のイコです。カルチョビーター始めていきましょう。早速公式戦です。第2試合つくばだがま、第3試合函館ペンタゴンまで行っちゃいましょうかね。3位ですけども、1試合終わっただけなんで、勝つことが大事。ボールをすごい ボールはしっかりしております。手が好きなのか、ダメだ。夏木はキャッチ、一進一退。前半もあとわずか、オフサイドか。完全に攻め込むまでは至りません。これで前半終了です。さあ、もちろん中盤抑えていきましょう。よっしゃ、先生。いいですね。七子が書き出しまして、窓かから七子。いいですよ。どんどん書いていきましょう。組を使えてますね。
体枠を使い切っております。追加点が欲しい。追加点入れたら攻撃的布陣に相手が来るんで可能性にはなってきますけどね。ちょうど中盤真ん中やばい。ショートコーナーです。危ない。あー入られてしまった。入り直しです。勝ち越したい。チャンス緑。いやこれはオフサイドか。もうホイッスル。なるほど、結構疲れてます。これに残り時間もあと5分。優勢ではあるんですけどね。点差は同点、もうあとわずか。アジアタイム1分、ラストチャンスかな。これは厳しい。終わりかな。これ試合終了です。先制したのはクランカリバーズ。後半5分、身体の攻防を打ち破りました。そんなないっけ。これねシュートするんだけどキーパーが取り逃すんだよな。あれコーナーキックになってきてショートコーナーから中野に決められてしまいます。対同点。それから、まあ、再三チャンスはあるんですが決めきれず、結局、まあ、ボール支配率は圧倒的ですが勝ちを奪うことはできませんでした。ということで4点で5チームが並んでますね。この時点でもう全勝はいなくなったということになります。さあ次が11位の函館ペンタゴンということになります。
まあ、これはしっかり勝っていきたい敵地、函館ステラスタジアム、函館ベンタゴンとの公式戦です。コーナーキックを得ました。こちらボールのスローインです。どうかバシクルを狙ったが、さすがに甘くはなかった。逆にピンチ、緑、サヨが決めた、先制です。佐々木がいいスタート、やばい、このキックです。危ない、ここは乗り切りました。ここはバーリー助かれた、救われた。残念、出てしまった。節子がカバー、チャンス、くるみ、2点目。大きなリードを奪いました。7個のセンタリング、そこにフリーで待っていたくるみが押し込みました。そこで相手は早くやっぱり前半でも攻撃的布陣出るんですね。後半に入ってからじゃない。さあもう点を取りたい、外していきたい、取りたいって気持ちがすごい強い。危ない、そこちょっとちょっと誤ったな。ここで前半終了です。疲れてない、引き続き行きましょう。すごいな、ディフェンダーが3人になってる。フォワード2人、1人ですけど、より攻撃的布陣が強まって、相手のボールへのプレッシャーがより強くなります。そうそう、こう、このくるみが一番疲れてる。基本的にフォワードは変えないですからね。3点目。逆にリードを奪っていきます。南のセンタリングですね。高く上がって飛び込んできた緑が
の3点目を手に入れました。ここで、疲れが溜まっているので、今度はサツキと変えていきましょうか。どうせミオも登板します。わあ、超攻撃的布陣。さあ3点差ありますからね。これかけるしかないでしょうね。使えている。スローになった。さあ、相手も結構、疲れてますね。相手の方が疲れている。このあと苦しい。まあでも、相手交代枠使い切ってるよね、これ。くるみ、4点目。決定的です。だから本当にチームの強化っていうのを感じます。相当疲れているな。まあでも蹴るだけでいいですからね。結局中盤ですよ、このサッカー、このゲームは。カルチョビットアワーは中盤をいかに強くするか。ポッシュどっちも使いますからね。さあ、まもなく試合が終わる。試合終了です。ちょっと待ってあげてもよかったんじゃないかな。敗れたら前半14分、早くも抜いたさよ。助かった。相手はコーナーキックですからね。1点目を得たのはクラーカリバース。ここからフリーになったクルミ。そして後半14分、今度は緑。飛び込んでいきました、マナミから。マナミのセンタリングから緑が飛び込む。結構ディフェンダーも攻撃参加してますよね。後半32分、これもディフェンダーのあやかから。組みをボレー。これ攻めてたのになんで連れ流したんだろうな。シュート本数はシュート枠内を込みで相手の函館ペンタゴは上回ってて、ボール支配率はそんな変わらないのに5点差ですか。決定力ですかね。首位に踊り出ましたね。勝ち点は7点で3チーム並んでますが、
6失点差で首位です。もうなんとリバース大阪3連敗、信じられないかな。この順位はびっくりです。強豪だったのに2年前優勝チームですからね。強いチームではありますが、それでも結構驚きです。3敗目は辛いですね。さあ次は武蔵野ホーネッツ、佐世保ドッグスと続きます。大阪が6節目ということで、アジアカップも始まって苦しい太鼓だ。そんなに欲しくはないな今は。3300万でこれに育てなきゃいけないのはちょっと辛いかもね。ということで、暫定ながら首位となっております。引き続き次回も公式戦を行っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄に書かれているブログ、ツイッター、プレイリストもご覧ください。ツイッターのフォローもぜひお願いします。カルチョビットはお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。